すみません。よいしょ。ミュートじゃないです。ミルキーさん聞こえますか？すみません。聞こえますか？よかった。これから大雪のというしげ、えー、さんたちの番組の収録でございます。はい。

さあ、時刻は午後7時を回りました。お、はい沖縄の時間でございます。本日も収録放送となっております。はい、はい、えー、収録しているのが6月21日、はい、今日金曜日の1時でございます。はい、そしてお相手は FM 技能の山内と、そして。はい、えと、地短町議会議員の戸口正です。 はい、戸口さん。はい。久しぶりですよね。そうですね。でも、以前よりかちょっと空いてないかな。開 <laughs> くときは2、3ヶ月開きますからね。<laughs> はい、<laughs> すいません。いえいえ、はい、お忙しいですからね。いはい。いえー、昨日まで茶谷町議会が開催されていたということで。はい、昨日まで10、開会が12日でしたかね。はい。で、また20日までという形で、あの、議会が終わりました。はい。はい どうでした今回の議会は、どんなことをあ今回の議会をですね、実は、はい、まあ、ローカルなことから言うと、住居表示って言って、まずは、あの、私、北谷町内で、はい、結構、あの、同じ、吉原千番って実はあるんですけど、はい,はいはいはい。うん、そこが、同じ住所とかがたまにあったりするんですよ。よく意味って言ってる意味が分からないですよね。はい、あでもわかります。吉原の南蛮地 っていうのがあってそれが同じようなところが何か所かあったりとか例えば200の何なのに近いはずなのにだいぶ遠いとかっていうのがあるので<ー>、はい、この住居表示じゃやっていこうという形で沖縄さんと多分おそらく儀能湾も結構先行してやってると思うんですけど向こうおそらく40年ぐらいかけてだいぶ時間かかるんですよ。そうなんですか、はい、どこどこ何丁目みたいな形をやるっていうのがメインのテーマとあとはやっぱりあのー。 なんていうんですかねあの、新聞報道等でもある、あのー、膝側でしたかねあのー、企業局。茶い,、はい。北町の浄水場の方から、あのー、はい、やっている7市町村に、あのー、この給水というか、あのー、水を出してるんですけど、はい、そこの PFOS って言って、ですね。あのー、ちょっと米軍なのかなっていうことの起因するこの問題が、ちょっとやっぱり取り上げられましたね、今回は。はやっぱり。はい。えー、今日は後半にですね、その話もしたいんですけども、はい まああの茶壇浄水場がね、給水しているろは結構多いんですよね。そうですね、七市匠さん、どこでしょう、確かギノでに義野湾沖縄市、まあもちろん、中山なんですよね。そうですね、結構多いので、結構広範囲にまたがっていますので、関心があると思いますので、ぜひ、そういったお話もしていきたいと思います。はい、さあ、えー、皆様のご参加、お待ちしておりますよ。 メール、そしてツイキャスに行って参加してください。メールアドレスが7、7 9 7 a t m a r k f m g i n e 1 c o m 7 9 7 a t m a r k f m g i n e 1 c o m 今日収録なんでね、あの、後で、徳地さんに見せますので、はい、必ず。ぜひお願いします、えー。ご意見、ご感想あれば送ってください。また、はいえー、ツイキャスは今、リアルタイムでやっております。 はい、えー、収録の関係上ですね、ちょっと複雑になっていますが、今ツイキャスでは、えー、リアルタイムで行っていて、そのコメントも拾っていきます。はいえー、ミルキーさん、お昼はオクラのとろろご飯を食べました。トぶっちゃん頑張れはい、<laughs> 頑張ります。<laughs> <laughs> さっきのこの住所のあれっていうのは、二重住所みたいなことですかっていうそうですね、だこれ、ちょっと私も実はよく分からないんですけど、はいはい、二重住所があるんですよね、不思議ですね、うん、とても不思議ですね、<laughs> これがなかなか改善しようということで動いてはいたんですけど、うん、なかなかできないっていうのがありまして。はははいはい、はい そう,ですまあ、そうですね、二重住所みたいな感じになってますねでもね、住んでる人とか不便ですからね、そうなんですよこれで結構やっぱり郵便、もちろんね、郵便局とかが間違うってことがまあざらにありますし、うんで、結構探してもね、やっぱりここが同じ住所なはずなのに、だいぶ遠いとかもやっぱりありますので、はいはい、結構探しきれないっていうのも実際ありますね。 はい、えー、そういった感じですね。さあ、えー、今日もですね、1時間、今日は収録放送でお送りしていきますので、はい、皆さん、最後までお付き合い,よい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 収録してる音源これがそのまま夜流れますので母さんの幸せ、それは家族の幸せ、心からの手当てで、心からの医療を。こかで日ののののがいいですね買いりしててるるとかか自宅毎日そ<ー> 古井町だとどうしてもあれなんですか、はい、上の方ですよね、いやもう、まあそうですね。生活がちょっとやっぱり、なんかなんか、点々としたところはそうなってますね。うん。だいぶ歴史がありますからね。そうですね。大きい前後どころか。まあ、そうですね。もともとは結構街並みも。

交通時間、はいはい。話からしますか。ううはい、さあ、お送りしております。おい、沖縄でございます。本日のお相手、うん、FM エムの山内と、そして、この方来てくれております。はい、えっと、時短町議会議員の戸口正志です。よろしくお願いします。はい、戸口さん、よろしくお願いします。はい、さあ、はいええ。 と今日はです、ねこのまあ、2本立てで主にお送りしていきたいんですが、はい、まず、あのー、最近、高齢者の事故が多いということで、はいえー、いろいろと、ね、騒がれていますが。そうですねはい <laughs> まあ、そうですね、あのー、結構やっぱり道路って、結構、まあ、私、議員、相当あの、実は要望が多いんですね、あ道路に起因するのといって,っても、ちろんさっき言った高齢者の事故だとか、はい、もちろん子どもたちの今、ねえっと、なんていうんですか、通学路も含めて、はい、まあちょっとは、ね、保育園の,、ね、滋,賀の滋賀県でしたっけ、ちょっと痛ましい事故もあったりとか、はい、っていうこの交通安全の面っていうのが、やっぱり結構要望が実は多いんですね、駐車違反も。 含めて、はい、でこれの大体なが流れというんですかね、はい、例えばなぜこうなっているかっていうのがあったら面白いかなと思いますので、やっぱり道ってわかりそうで、なかなかわからないんですよね、わからないですよね警察なのとか、うん、道路が道課があるよなみたいな、建設課があるみたいな,な、でもた国く市町村、うんはい、あと指導とか。<導> 結構ありますので、はい、多分ね、いろいろ多分話。分かりそうで分からない部分かなと思いますので。はい,は,いはい、はい、そうですね。話していけたらなと思ってますね。はい。うん、ええー、まあ。事故が増えているという、はい、ことなんですが。はい。そうですね。まあ、こ,この事故。あのー、まあ。 高齢者も実は含めて、やっぱりあの、結構様々な、例えばこっちはスピードが出やすいとか、ってありますよね。大体、例えばですね、今、私たちが今よくやるのが、やっぱり、今はどうしても、交通安全という立場のあれから、まあ、通学路が要望が実は多いんですね。<ー>あとは、次に多いのが、やっぱりあの、なんていうんですかね、道路が結構混み合った時にや,やる、はい、抜け道 あ,あはいはいはい。の事故。はいはい。っていうのが実は結構要望としては多いです。はいはいはい、その要望はどういったあれなんですか、はい、で、この要望っていうのが、例えばこの通学路に至っているものでしたら、はい、例えばスピードが結構朝だったら出ますよね。はい,はいはいはい。で、その時に、特にあの、私たち北谷町では結構軍人軍属の 方もいるのであので、ね、別に軍人軍族がとかではないんですけど、うん、若干ちょっとルールが違うんですよねあのちょっと中のルールがちょっとわかんないんですけど、うん、例えばこれは優先的に行っていいよとか、なんかありますよね、はいはい、だそういうのがたまにちょっと少しずつずれずれ出してきてから、うん あのー、やっぱりね朝の忙しい時間帯だからスピード出してしまうとかっていうのもあるのでこれで結構やっぱり例えばここをスピード制限をしてほしい、はいはい、実際のところ本当は狭い道路って確かの30キロ以内とか徐、うん、行しなさいっていうのルールがあるんだけど、はい、これが守られてないからじゃそれを守るようにしてほしい、うん、じゃあその守るようにしてほしい時はどう対策取るのかっていうのが実はこれこれが例えば信号をやるなら要は法的な 例えば標識をつけるっていうんだったら、これ警察なんですね。公安委員会。ああ、はい。で、標識はそうです。で、また標識というか、法廷外の標識っていうんですけど、例えば、スピードを落としてくださいとか。はいはいはい。で、道路の管理者っていうんですけど、あの、市町村が。はい。そこに、例えばここは色をつけてからスピードを落としましょうとか。あと、ハンプって言ってんですかこの。あ、ちょっとボコってあえて、はい。あえてボコってつけたりとか。はいはいはい。あとはなんか、ゼブラ塗装って言って、あの、 しましまに塗装していって音が鳴るようにしてスピードをおお抑えていくとかあれスピードを抑えるためのものなんですね。うですはい、でこういうのが実はあるので,、うん、でこれで結構あのやっぱりまずは、まあ、対策がや,っぱりやりやすいのが市町村の管理,、まあ、管理者っていう道路の管理者っていうんですけど、うんはい、管理者のところでまずはじゃあそこのスピードを落としたいんだったら、うん、あのスピードを落とせ。 とい,い,い,、はい、いう文言まで考えたりとか、はい、でどこにやったら見えやすいかとかっていうのを市町村がやったりすることがあります、うんはい、じゃあ、戸口さんに来た要望で、うん、それをこの町の人と道路課になったら道路課と話して、はい、じゃあ、こうしましょうって決めるんですかそうですね、大体要望を上げていってで実はです、ね、これがですね、うんあのー、やっぱりあのなんていうんですかね と実は交通安全の専門じゃないんですね、道路を作るのは実は専門なんですよ、管理者っていうのは。この辺がやっぱり少しずつズレが出てくるっていうのが実はあ,のあっちこっち対策が違うっていうのはそれで、<ー>各市町村で各担当によって結構やっぱりこの対策っていうのは変わってくるんですよ、全国一律っていう実は対策はなくて、うん、でその管理者の中でじゃあどうやったら、じゃあそれをスピードを抑制できるねってことを、例えば、ハンプとかじゃなくて、ポールを立てましょうとか。はい っていうのをやったりするすすんですよ<る>もう単純に物理的に狭くしたりとか<ー>、はい、構造的にもやっぱりもう狭くしてそしてスピードを下げていこうっていうのあるんですけど、はい、実はこれが進んでる反面、はい、また別の実は問題があって、はい、次は生活道路としてやっぱりやっていきますよね。うんうん この安全面ということの対してはスピードは落とすことは成功した。はい、しかし周辺の生活道路としての利便性としてはそれが保てない。っていう、今よくぶつかってるんです。実は、茶谷町内で。<ー>交通安全という子供たちの安全面からすると、はい、物理的にちょっと狭くしたり、障害物を若干あの見えるところに、うんあの、ちゃんと基準は沿ってやってるんですけど、やることによって、この安全面は保てたけど、うんうん、しかし、 生活している方々から、これあったら危ないよとか、<laughs> ここにあれぶつかったり、まあ、あれで実はぶつかっても、このポールゴム式は、 傷もつかないんですけど、やっぱり、あれですよね、あれにぶつけるから傷がついたとか、で、あれのポールをどかしなさいっていうのが実はできるんですよ。こういうのをですね、やっぱり、もっともっと整理していかないと、もちろん議員としての立場もそうなんですけど、住民とあと学校とまあ地域、自治会とかですね、がやっぱりこの3社、4社ぐらいがしっかりあの話し合ってやっていかないと、もちろんここにまたさらに 法的根拠を持たしたいんだったら、はい、あの公安もちろん警察ですねもう入っていくとかっていうのをやっていかないとはいはは多分これからまあ今までもそうなんですけど、はい、やっぱりお金ってあるようないんですようん、うん、各市町村。はい、その中で少ないお金で費用対効果を上げるためにはどうしようかっていうこれがもう本当にもうこの市町村の大きな課題ですので 1>, ははは1万円だろうがそれ以上のかあの 効果を生み出すうん、うん、もちろんこれが1000万でも効果を生み出す、はい、1>, 1万であれば1000万の同じような形で考えていかないといけないので、うん、だそれをじゃあやるためにはどうするかというのが実は今市町村各あのこの道路に関しては大きく課題を持っていると思いますね。と他のところ調べたわけじゃないんですけどうん、うん、やっさまざまな対策しますので、はい、これはぜひあのなんていうのかなあのもちろんあの行政の立場の人も分かっていただきたいし、うんはい、住民の方々も一緒に考えて。うんうん でまあ、それをやったからには多分効果を得るんですよそれにもってしっかり責任を持つっていう言い方が正しいのか分からないんですけどその効果を達成したからじゃその違った反面この利便性がなくなった時に対してはこの地域の方々そしてまたこの学校とかもちろん保護者でうん、うん、またあの行政の公務員ですね、はい、とまた、えっと、私議員みたいな立場で、はい、まあ公安も入れた形になりますかね、うん、の方々がしっかり議論し合って話し合った中でうん、うん、しっかりと責任を 持つっていう形が理想ではあるんですけど、実はできてないっていうのは現実なんですね。いやなかなかね大変ですよね。そうなんですよね。えー、メルキイさん来てます。はい。自動ブレーキ装置の、えー、設置の補助金広がってほしいということです、ね。ああ、ぜひそうですね。うん、これ実はあのまだまだ東京都が確か9割補助でやるってこと決まりましたかね。えーえー、あのおそらく近々の議会で、まあ向こうお金持ってますから。<laughs> あの <laughs> えっと、国からの補助も一切受けてませんからすぐにできることなんですけどちょっと私たち実はこれのお話を、はいあのー、やりたいなと実は話をしてます、はい、で実際、あのー、自分の考えのレベルの話なんですけど。はい あの、そうですね、やっぱりお年寄りの高齢者ね、ものに対して、やっぱりこれを補助していく。っていう形、をやっぱりやっていかないと、うんはい、実は自分の兄貴は中古車屋さんやってるんですね。はい、はははのところに、やっぱりちょうど、私が今四十なりまして、はい、兄貴が44は四十四。で、ちょうど親の世代がもう六十後半ないし、七十五。うん、中間ぐらいなんですね、はい、皆さん。ちょうどこの直面っていうんですかね。うん、例えば。 まあ認知症まではいかないけど少しあのねあののねちょっと過労によるちょっと物忘れがあるとかでやっぱりななんていうかな車を傷つけてるんですよ少しですよ少しなんですけど傷つけてあるってあるからやっぱこれだけ見ているとやっぱ心配で,、はい、で最近やっぱ近年こうやってこうあの相当取り上げられてるんですけどはい、はい、実はちょうどもう本当にもう取り上げられる前ぐらいから、うん。あの 問い合わせがやっぱあるんですねこんな自動ブレーキとかっていうののあれをつけたらいくらぐらいするのとかあでこれを実際も金はかかるんだけどさすがにもう新車には最近ついてオプションつけるんですけど、うん、中古車っていうなかなかまだ沖縄そんな新車が買うようなところではないんですのでやっぱ中古としては高くつけないといけないんですよ。でそれをやっぱり高くてもつけるっていうんですってていいうで多の考えるとやっぱ町がやっぱりねこの行政が少しでも あの事件をやっぱりねあのこういう痛ましい交通事故を減らすためには何らか手立てが必要なのかなと正直思っているところですもそれがやっぱり自動ブレーキっていうのにやっぱりつながっていくかなとまあでもねさっきねお金がないという話なので、うんはい、なかなか難しいと思うんですけどやっぱり国県とかである程度ねそう,そうですね本当はやっていただきたいんですが。<laughs> やっぱりあの一律でやるとやいるうと基準を作るのまず難しいですし例えば、じゃあ何歳からやるとか<ー>で例えば、うん、なんか物忘れってなると,ちょっと少し曖昧な基準が出てきますのでってなるとおそらく県単位でやるっていうのは本当にそうやってほしいですね国単位で。 しかし、結構大きな額だったりじゃあ、どこまでの補助をやるっていう相当の議論が必要になってくるのでまずはあのフットワークの軽いやっぱり市町村からまずはさすがに全額補助っていうのはちょっと厳しいんですけどどこまでできるかちょっと分からない額にもよるんですけど、うん、おそらく、まあ、とりあえず半額補助ぐらいとか、うんでまあ、ある一定の補助額を決めておいてそこに反応がいいならばちょっと増やしていくのか、うん、っていう形がちょっと現実的なのかなと思ってますね。 ただ、国もですね、うん、やはりこの昨今の事故を受けて緊急対策としていろいろやってるらしくてこの安全点検を9月末までに実施して、はい、その上で防護柵の設置やキッズゾーンの創設<ー>地域ぐるみでの見守り活動の充実などを 実施すする予定だとということで確かあの閣僚会議で決定したんですかね、キッズゾーンでしたね。はい、これから多分国の方によってあのいろいろ議論されると思うんですけど、うん、これやっぱちょっと難しいかな正直なところ思いますね。す例えば、もちろんこの柵を作るといっても、結構やっぱやっているんですよ、ガードレールをつけたりとか、やってない実は、わけではなくてで、見守りっていう話もあったんですけど。はいはいはい 結構、あのー、私は PTA の役員もやってるのでよく分かるんですよ、最近、地域の方々の力も借りてや実はやって、はい、で保護者もやっぱ大変なんですね、共働きも増えて、はい、で別に、ね、あの主婦でもやっぱり忙しいんですあさっても忙しいので、はい、やっぱなかなかこの見守りをやる状況というのが朝でこの下校を、ね、やるってというのは人を集めるのは実は難しい状況で。は で学校側とかももちろん PTA とかもで地域もとても実は今苦労しているというのがあるのであ<ー>じゃあこれじゃあどう対策を、ね、いくら作ったとしても、うん、実際問題じゃあどうなるのってなった時には、はい、正直なところを言うとちょっと少し厳しいのかなと思うので、うんね、だこれをもっと持ってと突き進めていかないとちょっと厳しいのかなというのは正直なところはありますよね、うん、まあどういう対策を国がこのキッズゾーンとして練るのかってちょっとそこまでちょっと見えないところがあるんですけど。はいはいはい まあそう一応感じてはいますよ、ね、ただやるべきことだと思いますね、はい、やらなければいけないことだと思いますし、あのー、さっきのね、はい、ブレーキの自動ブレーキの補助金とかって、はい、一括交付金とか使えないんですか。あ使えない ことはないんですけど沖縄の振興策なので実は沖縄に特化したことではないかなとは思うのでまた別の予算で、まあ、使えないことはないんですけど、はい、結構やっぱりあの沖縄の振興策っていうのは次元立法っていって期間が決まってるんですねそれよりかり国が決めていただいて恒久、はい、的にお,お年寄りってどんどんやっぱり増えていくっていう時代なんですのでそんな短期的にじゃ集中的にやって。 あのー、なくなるもんではないので、っやっぱりこの継続してできる予算の活用っていうのをやっ,ぱやっていかないといけないかなーっていうのはちょっと思ってはいますね。なんかね、今日新聞にも載ってたんですけど、一括交付金のこの活用率だったかな、うん、70何%、パー70何パーしか使ってなくて、あと20何パー使えるのであれば、そうですね、残すよりかいいかもしれないですね, <laughs> ねなんかね。<laughs> えー、そしてメルキーさん、やはり予算が頭痛いのね。そうですね、徳ちゃんのお小遣いじゃ大変だし、まあそうですね、あの <laughs> 給料少ないですし、私たち皆さんね、多分ね、議員さん、お金持ってると思ってるはずなんですけど、実は市町村議員って、そうでもないですよね、そうで、ね、そうでもないですね <laughs>、うんまあ、うちらも公表されてるので隠すこともないんですけど、はい、まあ実際、手取りが23万円だったかな。 二十三万。聞きました。手取り二十三万ですよ。二十三万ですね。まあ、うん、もちろん、ここに。えっ、ー、と、いろんな交際人は、もちろん含、ふあの、含まれてますので。はい。はい。あの、それで、まあ、もちろん、子供たちも生活しないといけないし。<laughs> あの、なかなかね、これに集中したら、副業っていうのもなかなかできないですし。そうなんですよ。そうですね。で、あの、あれですもんね。この。例えば、まあ。し 市町村で決められている視察とかっていうのもあるはずですけど、はいはい、ご自身で行く場合っていうのは全額自腹ですねだからね結構ね皆さんひいひい言ってるんですよ。年、まあ、年やろうが20年やろろううがが あの一緒なんですね、給料というのは実は、あの、上がっていかないので、もちろん退職金っていう制度もありませんし、今ちょっと年金も実はもうなくなってしまっているので、あ、そっか。議員年金もあるので、まあ、正直、保障は全くゼロな状況っていうのが、まあ、落ちたら、もうすぐ、明日になくなりますし、給料が、とてもちょっと、あの、家族にはそちょっと、ね、大変な思いをさせているのかな、ありますけど、まあ、自分は楽しく、いいのかな、楽しくって、させていただいてるんで、はい。 さあ皆さん来ても大津のあの、えー、事故現場には柵、杭、はい、ができました、はいえー、保育園の周りもキッンができるという話が出ています<ー>ということですねそうです,、ね、そうですなんかでもともと危ないってなんか言われていたらしいですね,ですね、うん、ちょっとあのねこの辺も実は聞いたことがあるんですけどそうです柵、杭。 そうですねこの辺もね、あのー、今結構頑丈なのできてますからねそれを効果的にまあ、ねはい、作るって言っても、うん、でもあれはちょっとねあんだけ多分対策相当多分取ってたと思うんですよねこの保育園側も、はいはい、それであれぐらいの事故が起こってしまったので、うん、どうなんですかね、まあ、確かにこの食い作作ってこの部分だけはねあのできるとは思うんですけどはい、はい、ちょっとあれだけ対策取って。 ね起こっちゃうとじゃすべてねあの、うん、やらなきゃいけないっていうこともちょっと不可能なところありますのでそうですよねこれをどう抑えていくかっていうのは相当ね運転する側の、うん、やっぱりこのまあね安全面もしっかりやっていかないと、うん、そうなんですよあの,いいのかしかも事故って結局高齢者じゃなかったですもん、ねうん、そうですよね多分避けてみたいな感じでした確かあの避けてしまったものがねぐっ、うん、と曲がって<意>しまって、ええ 注意、ね、だったと思いますからねまあ交差点による事故のまあ起因するものだと思うんですけど、うん、やっぱそこをねやっぱり抑えていくのも重要かなとは思うんですけどね。はい皆さん、あの交差点危ないとは言われてました、うん、でもあんなふうに車が突っ込んでくるとは思わないですよね。そうですね、うん、確かにかよく そうでですすね多分滋滋賀賀のの方方なんかやっぱり、はい、はい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 それで実はあの自分の同級生も滋賀に今いまして滋賀レイクスターズっていうのバスケットチームがあるんですねそこで一応コーチやってましてちょっとよくねたまたま今沖縄に帰ってきて。うん 昨日、2、3日前ですかね、沖縄のプロ選手とプロのコーチが集まって、ちょっとこのやろうとそれで帰ってきてて、これで実は話も聞いたんですよ、ネマっていうんですけど、結構有名なところだったらしくて、危ないというか、危険なゾーンってことで、地元でも有名だったよっていうの私も聞いてはいますね。なるほど道路を変えていくっ いろんな包括的なことでやらないといけないのかなって、うん、やっぱ話聞いておし、えー聞、なんていうんですかね、思ったんですけど、はい、ただ、その、まあ、高齢者に限って言えば、うん、やっぱ、茶ンもね、うん、この上の方って入り組んでいるし、うんね、高齢者も結構多いじゃないですか。すねはい、あの今、結構言われてる、単純にこの、免許返納するとかっていう。 だけででではちょっと難しくないすすか、うん、そうですねやっぱりあの免許返納っていうのはとてもねあの難しい問題なのかなと思いますね。うん、やっぱ家族の中で相当議論がまずあるはずだしはい、はい、結構まず家族内で結構ねあのもしもしですよあの認知症とかだったりした場合にやっぱ家族は運転させない,はい、はい、しかし本人は運転できると思い 混んでますよね、うん、でその中でやっぱり相当あのぶつかるっていうのも聞いていますので要はね認知症による特有の,、ね、あの「お前がやったのか」とか近いところにた当たりますからその辺もあるのでやっぱ免許返納っていうのはやっぱり一概に本人が、ね、あの自主的にやればあのスムーズにいくんですけどやっぱそうはいかないですのでどうしても。 俺は大丈夫っていう意識やっぱどうしてもついてしまうので、はい、だこれを、まあ、結構、得点をつけようという各実はやってるんです、ね、はいる、はい、ので北谷町でも C バスって言ってこの町内を回るバスがあるんですけど、はい、じゃあそれはあ,の、まあ、ある程度ね減免しようかとかっていうやっぱ取り組みもやったりとかあるんですけどやっぱなかなか効果は上がらないっていうのは多分他の市町村も同じような形かなと県沖縄 ととちょっと難ししい気がしますす、ね、そうですね車がないとやっぱどうしても買い物にもねよく運動しない沖縄県みたいな感じでねバイクで,、ね、あのなんで野球やったりとかそういうこともあるように本当にもう近いところでも車で行きますからねそういうのが慣れてしまっているのでやっぱりなかなかそれで車社会なので、うん、免許返納っていうのは多分すぐ結びつかないかなっていうのは正直な、まあ、データはちょっと見てないんですけど。はい 難しいところがあるかもしれないです。